アメリカ合衆国外でコダック純正 K14 現像を行うための現像書への宛先。K14 現像はカラー写真におけるかつてコダックが製造販売したリバーサルフィルムであるコダクロームを現像する方法である。K14 プロセス、K14 処方とも呼ぶ。同現像処方の最終バージョンは K14M である。2010年12月30日。 カンザス州のドーインズフォトが世界最後の業務的 K14 現像を行った。コダクローム40。生産終了品。K14 現像は外式、リバーサルカラー方式の処方であり、E-6 現像などの内式の処方とは、工程の複雑さと長さの点で大きく異なる。コダクロームには、フィルムに染料結合が存在しない。 染料結合の反応によって、それぞれの色の染料が、現像工程における段階において生成されるので、ある。コダクロームのフィルム上の階層は、表面から順に、青観光清掃、イエローフィルター青、緑観光清掃青、赤観光清掃をセテ土ト製紙自体、レムジェットバッキングであり、それに即した現像が行われる。売上高の減少に伴い、コダックは2009年、 コダクローム64フィルムと共に K14、現像用の現像液等の薬品の生産を終了した。同エインズフォトは、全世界において最後までコダクロームに対する K1、4現像を行っていたが、翌2010年末に K14 現像についてのすべての業務を終了した。コダクローム64とドープロフェッショナル、生産終了品。 K14 現像が対象とするフィルムは以下の通り。写真フィルムだけではなく、小型映画用の 16mm フィルム、スーパー 8mm フィルムも含む。2012年現在では全て製造終了している。以下はコダックが指定する処方である。ありがとうございます。